こんばんは、バンドじゃないもんマックス仲良しのメルヘングリーンのベース担当、三内こと望月美優です。はい、ディープマリンブルー担当のももちゃんこと大桃子サンライズです。12月24日月曜日、今日はクリスマスイブです。イエーイ、クリスマスイブ。そうなんです。まあ、FM 富士はクリスマスサンクスウィーク中ということでね、私たちも今日はクリスマスのテンションに乗っかっていきたいなと思っております。はい。そうなんです。今日はね、いつもはゆずが、一緒にやっているんですが、はい。ももがね、はい。遊びに来てくれました。よろしくお願いします。緊急出演ということで、あなたのクリスマスイブを、より素敵な夜にしたいと思っております。だって、で、はい。そうなんですよ。まあね、こうやってね、もしかしてこう、寂しく、お家で聞いてる人も、外で仕事帰りに聞いてる人も、うん、もしかしてカップルで仲良く聞いてる人もいるかもしれませんのでね、どんなみんなにも、クリスマスをね、うん、ちょっとワクワクする日にしていただこうという感じで、はい。はい、今日はね、テンション高めに行きたいと思います。行っちゃいましょう。それでは行きましょう。バンドじゃないもん、マックス仲良しの、月曜から改めまして、私たちノーリミットラブ&ピース、バンドじゃないもんマックス仲良しです。です。今さっき何だった？なんか大丈夫？ちょっと乗り遅れました。テンポに。うってなってたよ。笑いをこらえるの大変なんで。そう。はい、そうなんです、はい。はい、今日はね、クリスマスイブなので、クリスマスにまつわる雑学をちょっと紹介しちゃいたいかもと思います。はい、クリスマスはキリストの誕生日と言われていますが、うん、実はキリストがいつ生まれたかはっきりしていません。諸説ありまして、うん、10月1日。5月29日、4月19日、3月28日、1月6日などあります。なんかめっちゃバラバラやないかい。すごいオールシーズン。いろんなとこで生まれようとしてるな。ね。はい。いずれにしても12月ではないんですよねっていう話です。なんで？はい。もともとバラバラだったのをローマの太陽神崇拝の祝日に合わせて、決定したのが12月25だったそうです。バランス取ってるだけ？そうっぽいよ。でもさ、まあそうですか。なんかさらに日本で初めてクリスマスを祝ったのは、1551年、要は戦国時代に山口県でキリスト教の宣教師たちが、賛美歌などを歌ったことが始まりだと言われています。ということ。あ、戦国時代でもうやってたんだ。ねえ、知らなかった。クリスマスとは何ぞやってなってたんだろうね。ね、どんな感じだったんだろうね。ね。プレゼントとはなんだみたいな贈り物かみたいな渋いな、まだまだクリスマスカードとはフミかっていうフミのことかってなって、でもさ、これクリスマスさ、こうバランス取ったんかもしれんけどさ、うん、こちらの事情的には1月がお正月だからさ、うんうん、ちょっと話してほしかったよね。そうだね。なんかイベントない時あるじゃん。うん、ありますね。無理やり祝日作ってるあたりあるからさ、その辺にしてほしかったよね。確かに夏にクリスマスが来るとこだってもあるわけだしね、地球。そっか。そうそう、冬というわけでもないんですよね。そうだ、ハワイとかね、アロハシャツ着てるもん ね、サンタさんも。夏ってかずっと暑いのか。うん、そうですよ。まあね、大きな体に真っ赤な衣装をまとい、白いあごひげを蓄えた陽気なサンタクロースが誕生したのは1931年コカ・コーラの広告から。ほうほう。それ以前にはサンタさんのイメージは固定されずに、時には意地悪な鬼のようなサンタさんもいたようです。嘘。ということでね、うん、あー、そうか。でもサンタとサタンってさ、アナグラムになってるみたいなさ、都市伝説があったもんね。あー、なるほどね、うん、今考えたんだけど。おい、やめろやめろ信じたでしょ今。呼吸をするように言うな、そういうことを嘘です、うん、嘘だって、はい、信じるか信じないかはあなた次第ですしまった回収しました。はい、ありがとうございますまあでも確かにこの、そうか、結構最近なんだね。じゃあ言うても、ね、本当だね。コカ・コーラよりは後だもんね、あのサンタさんは。じゃあ、ね、だから赤なんだ、赤と白なんだ、コカ・コーラカラーだ。コカ・コーラカラーだったか。へえ、すごいね。こんな風に広められるんだね。もう世の中それしかないやん。うん、
すげえ、もうクリスマスカラーって言ったらみたいな感じのとこあるしね。ねえ、そうですか、はい、鬼のようなサンタさんプレゼント持ってきたら結構やっぱ生ハゲ的なバイブスを感じるね。確かに恐ろしい。え、もしかして昔はプレゼントとかもさあげるっていう風習なかったのかな。まあそうかもね。クリスマスパーティーとかもちょっとよくわかんないしね。うん、うん、そうかもね。まあね、掘り下げてみるといろいろな説ありそうだから、なんかね、気になるのでよかったらみんな調べてみてください。調べてみてください。はい、ということでね、今日は12月24日クリスマスイブということで、この後はクリスマスソングもオンエアしていきます。やった。その前に私たちのクリスマスソングを一個聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください、うん、バンドじゃないもんマックス仲良しで雪降る夜にキスして。 DJ みゆももの「クリスマスリクエスト」。はい、クリスマスプレゼントには、うん、そうですね、九州に帰る航空券と時間が欲しい、望月美優です。あ、間違えました、 DJ 美優です。 DJ 美優、チク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 。はい、クリスマスプレゼントには高級ブランド品が欲しい DJ ちゃんももです。ちょっとあの求められてるだろうと思って言った感じ。いや本当に欲しい、意外でしょ私ね。えミーハーだからグッチとかバレンシアガとか欲しいから。バレンシアガ、そうそうそう、バレンシアガ、そう、最近聞くね。そう、なんか流行ってる、めっちゃ流行ってんだ。私本当土着クソミーハーだから、うん、やっぱグッチ流行ったらすぐグッチのキャップかぶったし、うん、そうそうそう、すぐかぶる。そうなんです、ちょっとね、なんかね、そういうそのもうそいつらが主役みたいなものを持つとさ、うん、自分自身がどういう格好すればいいか分かんなくなるから、全然ね身につけられないや。あ、本当？持ってないもんだから。確かにあんまりハイブランドに、うん、なんか目が興味ないかもね。行ってる身内見たことないな、うん、なんかあの似合わなすぎて、あの取り扱いが分からずに、あの恥ずかしい思いをする可能性が高い。似合うっしょ。全然分からんわ。ちょっとねレベルが高いわ私には。あらまあ、あのも物を捨てれる能力とかも欲しいですプレゼントに。ああ、そうね、うん、確かに本当に捨てれない、本当に困ってる、まあ、いいことだけどね。うん、うん、頑張りまんぼ。でもどうせねこの時期さ、あの年末の大掃除でね、うん、キチクパーチクやってるんですよ。でそれをね、あのその能力が欲しいとひしひしと感じてる頃だと思います。そうだね、うん、頑張るよ、頑張って大掃除、うん、さあ今夜はクリスマスの思い出リクエストということでね、まあこの時期ありがちなこういうリクエストのやつなんですけど、うん、DJ みゆももが FM の DJ 風にかっこいい曲紹介をしていきます。ほうほう、はい、リクエスト曲のイントロギリギリまで喋れば OK、うん、イントロオーバーして話すのは NG です。難しそう。そう、さらに英語は喋れないけど英語はネイティブっぽい発音で紹介紹介、こんなルールで進めていきます。いや、では早速ね、こう事前にメールを送ってくれてるので、ももさんが暴れてますけど。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。いや、はい、あのメール送ってくれてるので、ね、リクエストメール紹介していきたいと思います。お願いします。ペンネームなおくん、みゆち、ここはしなくていいのか別に。いやいや、ペンネームずっとそのまま読んじゃうじゃん、その人の口調がさ。すごい人から来たみたいになっちゃった。なおくんのテンションでいかないとダメだね。うんうんうん、そうね、ネイティブじゃないかもしんないからね。イエスイエス。みゆち、ももちゃんももっていうのかな、ね、ちゃんももこんばんも。はい、こんばんも。はい、こんばんも。僕のリクエスト曲はバックナンバーのヒロインです。もうクリスマスソングというより冬の歌という感じなのですが、高校時代に付き合っていた女の子と帰り道に電車で一緒に聴いていたのを思い出しました。へー、だっていいなー、ずるい。へー。じゃあこれにね流していきたいと思います。それではリクエストにお答えしましょう。高校時代の奈緒くんのヒロインはきっとその女の子だったんでしょうね。今でもその子は誰かのヒロインなんでしょうか。それでは聞いてください。バックナンバーでヒロイン。DJ みゆもものクリスマスリクエスト。続いてのメールを紹介します。イエーイ。ラジオネーム、にゃるみさん。にゃるみさん。
クリスマスの思い出ですが、大学生の頃好きだった子と友達数人とカラオケに行きました、うん、好きだった子と僕は当時モーニング娘。にハマっていたので、うん、何曲かモーニング娘。を熱唱しました、うん、その中の1曲が恋 ING って曲です、うん、好きな子に対して恋愛中だよって意味で頑張って歌ったのを覚えてます、うん、後日告白をしたけど結局友達のままがいいなって言われて振られました。でも、うん、あの時本当に頑張って恋愛していたので良い思い出です、うん、なのでリクエスト曲はモーニング娘。の恋 ING でお願いしますとのことです。ほうほう、すごい甘酸っぱい感じがするね。甘酸っぱいね。しかもいい曲。友達のままです。そうですか、友達のままがいいなって。はあ、そうですか、そうですか。そんな時もあろうてな。あろうてあろうて。はいはい。それではリクエストにお答えしましょう。にゃるみさん、思い出すと甘酸っぱい思い出っていろいろあるよね。ももも思い出すな。ちっちゃい時、親戚のかっこいいお兄ちゃんの前でジュリアナ東京の振り付けをカラオケで踊ったこと。あなたの思い出は何色ですか？それでは聞いてください。モーニング娘。で恋 ING。バンドじゃないもんマックス仲良しの月曜から手上げ。さあ今夜はクリスマスの思い出リクエストということでね、あの曲を紹介していております。はい、DJ みゆももが、FM の DJ 風にかっこいい曲紹介をしていくということなんですけれども、うん、あ、いい BGM が流れてますね。最高ですね。最高です。私が初めて買った CD です。お、そうなんだ。そうなんですよ。大好きだもんね、後藤真希さん。そう、後藤真希さん。この時ね、推しはね、やっぱ、かぼちゃんのあの、なんだっけ、跳ねてる三つ編みっていうの、うん、憧れ。あ、あのピヨーンって出てるやつね。憧れ、あれ意味わかんなかったんだよな。うん、わかる。どうやってやっていいかわかんなかった。ね。でも今なんかね、そんなつもりなくても三つ編みしたらなる時ある。かぼちゃんって思う。うんうんうん、そういう時に。確かに。はい、そうなんですよね。ということで、この、DJ 風に紹介していくっていうのもね、リクエスト曲送ってもらってるんですけれども、それのね、うん、曲のイントロギリギリまで喋れば OK、イントロオーバーして話すの NG ですっていうね、やつなんですよ。で難しいよ。難しかろう、これ。できない。もうゆずといつもヒーヒー言ってんだから。できない。できない。だね、しかも英語は喋れないけど、うん、あの、ネイティブっぽい発音で紹介しましょうという感じなんです。はい、はい。雰囲気ね、雰囲気。雰囲気ですよ。これ大事ですから、そういうの。わかりました。かっこいいね、曲紹介してるお姉さんとか お兄さんとかはさ、うん、やっぱそういうとこあるんだよね。なるほどね。ちょっとこう、確かに。そういう雰囲気で喋るっていうのが大事だよね、うんうんうん。ちょっと見習っていきたいと思います。したいですね。それではね、あの、メールを紹介していきたいと思います。はい。ラジオネーム、クワッチ。クワッチ。こんばんは。リクエスト曲は、桑田佳祐さんの白い恋人たちです。はいはいはい、これは名曲です。うん、はい、この曲は10年くらい前、クリスマスの数日前に彼女に振られて、うん、焼け酒した際にラジオから流れてきた思い出の曲です。仕事帰りに呼び出され近くの公園に行くと、彼女から、うん、クリスマスって大切な人と過ごすでしょ、うん、あなたより大切にしたい人ができたから別れてほしい。嘘と言われました。そんな、その日は都内では珍しく雪が降っていて、この曲を聴くとあの日の寒い公園の風景を思い出しますという。これはハードモードだ。これはそうですか。彼女に今からでも遅いけどさ、モモが言っといてやるよ。うん、ちょっとギリすぎるって。そう。一ヶ月前に言ってよ。もうちょい言ってやはよ。だって今からじゃあさ、傷ついたまま誰誘ってさ、自分は大切な人いるけどさ、うん、こっちはまだお前が大事なんだよ。怒っているぞ。おい。モモがそういうの一番許せない。でもさ、そんな思いを抱えたまま一緒にいられるのとどっちがいい？泣いてなんかだったら二人きりじゃなくてもなんかさ、なんかあったらいいのね。でももしかしてさ、最後って分かってて、うん、でもクリスマスは最後に一緒に過ごそうって言われたらどう？え、どっち？もう別れることは確定してるんだけど、うん、クリスマスは二人の思い出として一緒に過ごそうって言われたら過ごせる？どっち側に？相手側に？相手に言われたら。振られる側？私。そう。うわー、どうなる。これでもさ、向こうも
大切にしたい人がいると思うと私行けよって言うかも。なるほどね、うん、そうか、うん、私はね慣れてるんで一人に寂しいことをおっしゃるあんまりちょっとでもクリスマスが突然こう悲しい思い出になってしまう可能性あるな。うんうんうん、うん、そうだよね。そうだね、今のところまだホカホカした家族との思い出で埋め尽くされててハッピーな気持ちにしかならないんですけど。うんうんうん、あそうですか。そうね、ちょっと塗り替えられてしまうかもね。うんうん、こういうことになると。なるほど、今も覚えてるくらいの10年経っても。うん、やっぱ好きになったら一回さ、どんな思い出でも一生引きずると思うな、もう多分、うん、そうだね、うん、しかもこれで流れてきたのが白い恋人たちっていうのが、もう口から飲んだ酒が目から出てくる出口が変わってくる。こういう顔の中で循環をするようになってしまう酒が目から出ておかしいなって言いながら泣く受ける。一生それでじゃあさ飲めるじゃん、目から出てきたのまたそのまま噴水方式まあそんな感じでね。じゃあみんなもこの曲が思い出になってる人は結構いるんじゃないでしょうか、世の中にも、うん、ね、たまたまこのラジオを今聴いてる方も、はい、来た来たこの曲やってなると思いますので、はい、一緒に聴いていきましょう、うん、それではリクエストにお答えしましょう。10年前のことも覚えてるくらいクワッチにとってすごく大切な人だったんですね。彼女もずっとずっとクワッチのことは忘れないと思います。あお送りした曲は桑田佳祐で白い恋人たちでした。 DJ みゆもものクリスマスの思い出リクエスト、続いてが最後のメールです。いやすいませんでした。うんうん、あのね、せっかくこの曲は思い出の人もいるだろうにみたいな話もしながらのこの曲振りっていうのは良くない話ですよこれ笑っちゃうね、面白かった今のは始まっちゃった、ね、いやすごい難しい今のは。短かったねイントロ、うん、14秒だって。うわ14秒ってこんな短いんだ、ね、意外とね、あびっくりしたじゃあ次が最後という感じですね。はい、じゃあ最後のメール読みたいと思います。はい、ラジオネーム朝日さん。朝日、クリスマスの思い出といっても彼女との恋愛話はありません、うん、僕が一番印象に残っているのは高2の冬、うん、2学期で転校してしまう友達が引っ越す当日が12月25日でした。なんてこった、うん、大変だ。前日のクリスマスイブは仲が良かったサッカー部のみんなでご飯を食べカラオケに移動、うん、その時男6人で歌ったのがこのチキンライスです、うん、クリスマスはみんなプレゼントなどをもらう日だけど、僕はこの年のクリスマス一人の友達を失いました、うん、とのこと、うん、なるほど。転校してしまう友達が引っ越すのが25日ね。なるほど。でイブにこのサッカー部にいたのかな、その友達。多分そうよ。なるほどね。まあ転校ってでも小学生以外経験しないけど、うん、意外と寂しいよね。ね、転校する側やばいよね、やっぱしんどいよね。うん、なんかさ、うん、高校ぐらいだと別にメールとかできるけどさ、うん、小学生の時の転校のさ、とわの別れ感すごくない？本当にそう本当にそう、もうね、県外とか行ったらもう海外にいたような気持ちになっちゃうもんね一生会えない、二度と会えない手紙もさ、うん、最初の1日でね、そうあったな、そんなことも。そうだよ。いやそうか、でも今時だったら結構さ、メールとかするのかな。ねえ、ねえ、うん、転校はマジでとわの別れ感あったね。あった。あと、うん、もう転校自分がしたことないんですよ。私もないわ。ないよね、うん、転校生ちょっと憧れるよね。憧れるよね、主役感、うん、一日にして一日主役だよね、まあ、ね、その後ずっとだいたいこうね、新鮮な感じをね、うん、保ちながら行くわけですよ、ね、いいっすね。いやでも私人見知りだから、マジそうなったらもう一生一人で生きてたかもしれない。ちなみにさ、うん、ミッチーはさ、うん、冬ぐらいに一人でさ万門に入ったわけじゃん、うん、桃たちが入る前に。そうね、うーん、そうね、転校してきたみたいな感じじゃんどんな感じだった
めちゃめちゃ人見知りしてた。でも実際に私が加入したの真夏だったんだけど。あ、そうなんだ。そうそう、発表されたのがちょっとこう10月11月とかそういう感じだっただけで、うんうん、私はもう本当に上京したのが7月とかで、うん、その後8月にはもう万問だったから、なぜか、そうだからね、みんなと最初に過ごしたのは夏だったんだけど、うん、うん、でもね、うん、そうだね、なんだろう、でもみんなのこう懐がこう、うん、広いというか、すごく、うんうん、温かかったメンバーが。へえ。そう、あのもうね、結構東京出てきて全員敵みたいな気持ちで過ごしてたけどさうん、うん、なんかまあでも突然ね、友達みたいなのができたみたいな感じ、毎日会うんだこの人たちとみたいな、へえ、すげえ変な感じみたいな、うん、そうそうそう、振り入れとかがすぐあったから、うんうん、雪降る夜にキスしての、それこそやってて、うんうん、なんかその時にこうダンス褒めてくれたりとかして、うんうん、嬉しかったなーって感じ。へー、うん、そうなんだ。そうそう、あとやっぱさ、最初に出した MV が雪降るだけどさ、うん、あれサンタさんの衣装、うんうん、あんなに季節感出てる MV ないと思うんだけどさ、確かになんかそう、クリスマスなんてワード一個も出てないのにサンタの衣装着てなんかすごいパンチの効いた MV を撮ったのがね、そう、あの頃の晩門にさ、うん、今後なんか戻ってく気がしない、なんかあの時の晩もめっちゃ晩もっぽいよね、意味わかんないもん、パンチラしてるからパンチラ、私本当にパンチラ一回泣いたもんね、いや嫌すぎてどうすればいいかわかんないみたいな感じ、カルチャー感強すぎてね、そう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 、確かにエロなのかアートなのかっていうのね、エロくしないからってひたすら言われ続けるっていう面白い、あ、はいみたいな裏話裏話、いい話も聞けましたといったところで、じゃあね、はい、早速リクエストにお答えしましょう。朝日さん、転校ぐらいで友達を失ったと思うのはちょっぴり気が重いんじゃないかい？ただいまお送りしたのは浜田雅俊さんと牧原紀之さんでチキンライスでした。はい、すみませんでしたねはい、ということでね、クリスマスの思い出リクエスト、紹介していきましたが、難しかった、難しかろう、もうなんかわし気が重いんじゃないかい気が重いんじゃないかい始まるっていう短かったね、8秒短いね、あ、これは面白かった、メールとか送ってみてはね、昔の自分に思いを馳せるのはどうでしょうぐらい言いきたかったけど、全然いけねえだいけねえだねこれはまずね、そんな感じでリクエストにお答えしてきたんですが、はいはい、クリスマスにまつわるメールも送ってくれてるので、うん、ちょっとね、ちょっとだけ紹介しようかなと思います。じゃあ、はい、ラジオネーム渚さん、渚さん、はい、メリークリスマス、クリスマスの思い出は旦那と付き合ってる時に初めて行った旅行でのサプライズ、当時学生でお金もなかったし、旅行をお互いのクリスマスプレゼントにしようって言ってたのに、夜寝るぞってお布団めくったら中にプレゼントを忍ばしてくれてたの、めちゃくちゃびっくりしたし嬉しかったっていう潮のわーいみたいな顔文字ついてます、かわーかわーかわーいいな、何が入ってたんだろうね、何でもいいんじゃないか、こういう時はもう、うん、もう本当にね、何でもいいんすよ、何でもいい、めっちゃ、うん、そこまで考えてくれてたんだ、それが嬉しいね、いいな、いや、じゃあもももよむね、うん、お願いします。ラジオネームカズキスター、カズキスター、クリスマスといえばやはりクリスマスプレゼント、うん、お二人はサンタクロースからプレゼントもらえそうですか、うん、私は今年1年頑張った自分へのご褒美として新しい Mac のノートパソコンも買おうと思います。よいいじゃん、お値段15万930円、結構高いけどこれでまた来年1年も頑張れる気がします。とのことです。実際のさ、リアルなこと言うとノートパソコンめちゃくちゃ欲しいんだけどさ、確かに持ってないよね。そうなの、もうね、今デスクトップがダメになっちゃってるから、うん、買い替えようと思ってんだけど、その前に自分へのご褒美でね、ちょっと夢の国の年間パスポートを買ってしまったので、もうちょっとね、絶望フェイスですけど。いや、あのね、私がミューチーだったら、うん、えいと思って買っちゃうんだよ。えいと思って買っちゃうんだ。そう、ほら、ミューチーはそこをちゃんとさ、コントロールするじゃん、自分の感情。贅沢はここまでって決められるじゃん。その能力が本当にすごいと思う。でもね、なんか、
こういろんな人の話を聞いてると大人の、うん、お金は回さないといけないと。そうだよ、貯金ばっかしてたってしょうがないと。でも貯金ばっかって言ってもみーち目的ちゃんとあって直視してるじゃん、うん、まあ、そうね、うん、そういうのはいいんじゃない。でもね、回さなきゃなとは思ってますよ。でも桃子気づいてるよ、ちょっとずつ回すようになってきてるでしょ昔よりは、うんうん、よく知ってるね、うん、よく見てるよ私意外と回すようになってきてる昔よりは。めっちゃいいじゃんと思ってね。若い時に浪費家になると癖がついちゃうと思うじゃない、うんうん、だからなんかちょっとずつさ、うん、いいものを買ったりとかっていうミューチーの生き方、うん、私は尊敬しますよぜひ桃とグミティアンにも教えてやってくださいその生き方を。もうね、お金がね、ね、貯金なされてると全部使いたいみたいなさ、うん、タイプのね、グミさんとかね、そう全部下ろしたいみたいな。そうなんですね。でもちゃんと生きてるからね、すごいなと思ってるの。逆にね、どうなってんだって思ってるちゃんと生きるやんと思ってる。うん、生きてますねね、まあみんなもね、己にクリスマスプレゼントいろいろ買ってるかもしれないので、うん、よかったらハッシュタグ月天とかでつぶやいててください。今年のクリスマスプレゼントを、うん、ね、もらったのろけでもいいよ。ああ、楽しみにしてるからね。いいねあ、もうクリスマスプレゼント人にあげました。あ、どう、あれ、あのね、うん、あれ、リップクリームとハンドクリームをね、うん、後輩の女子たちにあげた。何それ、いいお姉さんじゃん。そう、ジェルスチュアートで買って、ね、超いいじゃん。そう、あげました。何をいいお姉さんやってんの。そう、最近ね、うん、弟とか妹が増えてきたから、うん、ちょっと人にあげる側になっていこうかなと思ってます。そんなお年玉もそうやで。いやー、そうですね、ほんまに大変だ。おいっ子二人いるのよ私。あー大変だ。頑張ろう、頑張って働くよお姉ちゃん。頑張ろう、みんな応援してね。それだよね、うん、見返りはそれっす、はいということでね、今日はもう一曲聴いていただきたいと思います、うん、バンドじゃないもんマックス仲良しでハッピーバースデーソング。バンドじゃないもんマックス仲良しの月曜から手上げ。そうですね、最近のバンモンちゃんいろいろ、まあ、あ、でも昨日かも、あ、今日がライブか、今日がライブですわ、はい、うん、今年最後のライブだったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあね、1月1日に私たちいろいろ発表されると思いますので、うん、皆さんね、ネット張り付きマンになっていただいて、楽しみにしていてください。お正月のね、のんびりしてる中だと思いますが、お楽しみに、お楽しみに、大きい声で言うよ、お楽しみに、お楽しみにね、まあ、詳しい情報はね、バンドじゃないもん、うん、オフィシャルホームページとか、あと、インスタグラム、ツイッター、いろいろ、SNS もやっておりますので、ぜひチェックしておいてください。時代が変わるぞ。変わるぞ。さて、来週12月31日の決戦も、収録でお届けいたします。ほうほう、ということでね、まあ、年末の忙しい時期かと思いますが、こたつなどに入ってゆっくり聞いてください。お願いします。はい、名残惜しいですが、今週は、ショコララブを聞きながらお別れです。いいね、お相手は、バンドじゃないもんマックス仲良しのミューチーこと松月ミュート、ディープモーニングルー担当のももちゃんことももこサンライズでした。それではまた来週、バイバーイ。